番違うこと、初めから知っていた二人だね。それなのにあなたに触れる日はいつも永遠を感じていたんだ。巡り合いどれくらい経ったかな、苦手な笑顔もうまくなったかな。それからの二人はいつも一緒だった。そして十二を大人にまた待ちわびて待ちわびて、大切な季節に注ぐ思い出はあなたで溢れている。恋しくて恋しくて、どれほどの勇気あなたがくれてた。今も抱きしめている。忘れてしまうことだ。糸はきっと強くなれるから。